現代の日本が直面している安全保障環境は、太平洋戦争後、最も厳しい局面に立たされています。その中で、日本は、防衛の前線を刷新し続けており、海上自衛隊、航空自衛隊、そして陸上自衛隊は、新たな技術と戦略で、時代の要請に応えています。特に注目されるのは、出雲、片護衛艦の航空母艦化や最新鋭のもが、身型護衛艦の導入、そして、未来を見据えた大鯨型潜水艦の造成です。これらは、日本周辺の地政学的な緊張が高まる中で、日本自身の防衛能力をいかに向上させるかという問題に対する明確な回答です。航空自衛隊では、F-35 ライトニングアヤイの導入により、空の戦力も一新。さらに、GCAP プロジェクトにより、次世代の航空戦闘力の確立を目指しています。地上では、一丸式戦車が、その軽量化と強力な火力で、陸上戦の新たな基準を打ち立てつつあります。これらの動きは、ただ、単に、装備の近代化に止まらず、国としての総合的な防衛戦略の見直しと強化へとつながっています。2424年も10月を迎えた現在、日本を取り巻く安全保障環境は、大げさではなく、太平洋戦争後で、最も厳しい局面にあると、言って過言ではなく、前、岸田政権が進めた防衛力の増強を継続している最中である。そんな中でも、周囲を、広い領海や排他的経済水域に囲まれた海洋国家である日本においては、そうした地理的な環境面もあって、その防衛を担う海上自衛隊や航空自衛隊の装備の刷新が優先され、注目を集めているように見える。海上自衛隊では出雲型ヘリコプター搭載護衛艦の航空母艦化改修や、最新鋭のもが、身型護衛艦やその後継艦、また大鯨型潜水艦の造成など、各分野での大掛かりな増強が目につく。また、航空自衛隊においても、最新鋭のいわゆる第5世代戦闘機である通常滑走路使用の F-35 ライトニング 2A 型の調達、出雲型ヘリコプター搭載護衛艦の艦先となる同期 B 型の調達などが進められている。さらに先の F-2 戦闘機の退役を見越した GCAP グローバルコンバットエアシステムプログラムをイギリス・イタリアとの共同で行うなど、今後の航空優勢を確保するための取り組みも始められている状況だ。こうした海上自衛隊や航空自衛隊の装備品の調達に比すれば、いささか地味な感は否めないが、陸上自衛隊においても、主要兵器の刷新は進められており、今回ここで紹介したいのは、その中の一丸式戦車である。一丸式戦車は、陸上自衛隊内におけるその読みは一丸式戦車であり、その名称が示すように、2010年度から装備化が正式に決定された新型戦車で、世界的な戦車の分類上では 3.5 世代に位置づけられている。3.5 世代戦車と評される世界の主な戦車はといえば、アメリカの M1A2 エイブラムス SEPV2、ドイツのレオパルト 2A7、イギリスのチャレンジャー2、イスラエルのメルカバ MK4 などが西側製の代表格とも言えるだろう。さらに韓国ならば K2、中国ならば 99A 式、ロシアならバ T14 が、いわゆる 3.5 世代戦車にあたると認識されており、こうした各国の現時点での最新鋭の戦車と比較されるのが、陸上自衛隊の一丸式戦車となっている。こうした他国の 3.5 世代戦車と比較した場合、一丸式戦車の特徴となっているのが、およそ44トンとされる重量の軽さであり、陸上自衛隊内でも、毎級にあたる90式戦車が同50トンほどであったことに対して、小型、軽量化の方向に進んだ。何しろ、アメリカの M1A2 エイブラムス SEPV2、ドイツのレオパルト 2A7、イギリスのチャレンジャー2、イスラエルのメルカバ MK4 などの重量は、軒並み60トンを超え70トン近いもののある中で、そのトレンドからは外れている。残りの韓国の K2、中国の 99A 式、ロシアの T14 は、これら欧米及びイスラエルの戦車と比すれば小型、軽量とされているが、それでも、重量はいずれもおよそ55トンほどあり、陸上自衛隊の一丸式戦車の軽さは際立っている。くくりとしての主力戦車が、Z
全モデルに比べてダウンサイジング化され、重量も1割以上が軽量化された例は、今のところここに挙げた中では、陸上自衛隊の1マル式戦車しか例がなく、胴体に特有の動きとも言えそうだ。陸上自衛隊の1マル式戦車の基本仕様は、全長が 9.42 メートル、全幅が 3.24 メートル、全高が 2.30 メートル、重量が約44トンとなっており、毎級の90式戦車は、全長が 9.80 メートル、全幅が 3.40 メートル、全高が 2.30 メートル、重量が約50トンだった。これが、アメリカの M1A2 エイブラムス SEPV2 の場合、全長が 9.83 メートル、全幅が 3.66 メートル、全高が 2.37 メートル、重量が約63トンであり、サイズ的には、そこまで、一丸式戦車と、大きな数値の差があるとは言えない。したがって、一丸式戦車が軽量であるのは、ひとえに、アメリカの 1A2 エイブラムス SEPV2 などの60トン超級の戦車に比して、走行が軽いためと考えられがちだが、複合走行のみで見れば、毎級の90式戦車よりも、むしろ強化されているという。一丸式戦車において、複合走行は、砲塔部並びに車体部に使用されているが、ことに、車体部の切れは、毎級である、90式戦車の倍に相当する重量が確認されており、それでも全体で軽量化できていることが、最大の特徴とも感じられる。ただし、日本にとっては、喜ばしいことではあるが、当然、陸上自衛隊の一丸式戦車を含めた戦車たちは、これまで実戦に投入されたことはないため、この全体の軽量化にもかかわらず、砲塔部や車体部の複合走行が強化されている一丸式戦車の真の防御力は未知数というのが個人的な見解だ。ことに、アメリカ軍の主力戦車として中東において、湾岸戦争やイラク戦争に投入された M1 エイブラムスは、イラクの旧ソ連製の戦車に対して圧倒的な戦果を上げ、カタログスペック通りに世界最強の戦車である実力を見せつけた。しかし、昨今のロシア・ウクライナ戦争において、ウクライナに供与された M1 エイブラムスは、最新型でない上、走行もアメリカ軍仕様からダウングレードされているとはいえ、走行の薄い上部への自爆無人機の攻撃で破壊されたことが報告されている。こうした現実を踏まえれば、今後ますます発達するであろう自爆無人機の攻撃を、戦車という兵器が確実に回避することは、極めて困難になりつつあることは事実で、これを走行の強化でカバーすることはできそうもない。したがって、戦車そのものが全て不要とはならないものの、その運用は従来以上に制限された環境でしか有効に行えない状態が加速することは不可避であり、今後に開発される戦車は、そのあたりを割り切った小型のものも増加する可能性はあるだろう。さて、一丸式戦車の主兵装であるが、毎級の旧丸式戦車や、アメリカの M1A2 エイブラムス SEPV2、イスラエルのメルカバ MK4 などと同様に、いわば、西側諸国の戦車に、標準的な44口径の 120mm 滑降砲が採用されている。ただし、同じ44口径の 120mm 滑降砲といっても、毎級である90式戦車のそれが、ドイツは、ラインメタル社製の形式名、120mmL44 をライセンス生産して採用したことに対し、一丸式戦車では、新規に国産化したものが搭載されている。この一丸式戦車が搭載する44口径の 120mm 滑降砲は、同戦車向けに製造されたことから、一丸式戦車砲と呼称されており、90式戦車の際に、ドイツのラインメタル社の 120mmL44 をライセンス生産した日本製鋼所が、そのノウハウの上で開発したものになる。一丸式戦車砲は、そもそも、ドイツのラインメタル社の 120mmL44 をベースに開発されたことから、旧丸式戦車用の鉄鋼弾も使用可能で、これにプラスして、一丸式戦車砲用に新規に開発された国産の新型鉄鋼弾を使用できる。一丸式戦車は、前述の通り、毎級の旧丸式戦車よりも軽量化が行われたため、
搭載する1マル式戦車砲自体にもそれが求められ、威力を増加させた国産の新型鉄鋼弾の発射に耐える強度と軽量化という相反する課題への対処がなされた。具体的には、新型の国産の新型鉄鋼弾の発射時の圧力に耐えるように、砲身内部の耐久性を向上させ、砲部分と砲座部分の構造を改めることで、それぞれ約2割の軽量化を実現、一丸式戦車全体の重量減に貢献している。この一丸式戦車砲を製造した日本製鋼所は三井系列の企業であるが、同砲や艦艇搭載用の各種の艦砲などの兵器は、広島の製作所で生産を行っており、他の拠点では、民需用の鉄鋼製品や、工作機械などを製造している。一丸式戦車砲用の国産の新型鉄鋼弾は、設計と本体の製造を、ダイキン工業、作薬の製造を旭化成ケミカルズ、これらの組み立て作業は中国火薬が担っており、決して多くの売り上げは見込めない日本の防衛産業を支えてくれている。2024年10月、日本の安全保障環境は極めて厳しい状況にあります。岸田政権以降の防衛力増強策が継続されており、海上自衛隊と航空自衛隊の装備更新が特に優先されています。海上自衛隊では、出雲、片護衛艦の航空母艦化改修、最新の最上型護衛艦の導入、対外型潜水艦の造成が進行中です。航空自衛隊では、F-35 ライトニング2の A 型及び B 型の調達が進められており、F-2 戦闘機の後継として、GCAP、グローバルコンバットエアシステムプログラムが、イギリス、イタリアとの共同で行われています。陸上自衛隊では、一丸式戦車が導入されており、その軽量化と複合装甲の強化が進められていますが、実戦投入の経験はないため、その実戦能力はまだ未知数です。このように、各自衛隊は、それぞれの分野で高度な装備と戦略を進化させ、日本の安全保障を強化しています。